こんにちは、ロサルフでーす。はい、今回はですね、こちら、ベイクのクッキー&クリーム味。ベイクはね、まあ、前ね、なんか紹介したんだよね、ベイクを。何かを。ね。忘れちゃったけど。でね、まあ、そういえばね、これ、TNT を作りました。クオリティが、安っぽい。おい。でね、他にもね、ベイク普通のチョコ味とホワイトチョコとか抹茶とかあるんですけど、今回は新しい味のクッキー&クリーム味を紹介したいと思います。僕ね、ベイクはね、すっごい好きなんですよ。紹介してないんですけど、何十回も買ったことある。ベイクは大好きなやつ。焼きチョコベイク。で、開けていきまーす。さあ。まずはね、これを開けます。せーの。崩れとるー。僕、もう分かってますよ。いつもベイク食べてるからね、並び順は分かってる。はい、こういう風に入っています。正確に入っていましたはあれだけど。でね、上からとか横から下から見ると黒なんですけど、まあ、正面から見ると白くなっております。後ろもね。では食べていきたいと思います。僕ね、ベイクも好きなんですけど、クッキー&クリーム、が大好きです。よくね、アイスとかでも食べますよ。あれも、なんか香り的にはね、なんかオレオじゃないな。あの本当のアイスのクッキー&クリームの味がする。オレオではないですね。じゃあ食べていきます。大好きなのが2つ重なった。2つの大好きなものが合わさるとどんな味がするのか。いただきます。うまい。そういえば、ベイクの良さは、手で溶けないんですよ。だからこうやっても、ほら、つかない。こうやってもつかない。あ、ついた。手で溶けるじゃねえか！これ焼きチョコなんですよ。中はサクサクで、中はね、あれ、コロンの中に入ってる、なんかクリームみたいな感じですね。ほんとおいしい。食感もいいし、ちゃんと味もちゃんとしてますね。美味しい。パリッとクッキー味のチョコレートなんですね。クッキー味なの？チョコレート味？パリッとチョコレート味のクッキーじゃないのかな？わかりませんね。で、滑らかクリーム味チョコレート。ほんとこれは美味しい。ココアで外真っ黒。ああ、そういう外ですね。これはココアなんですね。へえ、でもこれチョコレートって書いてある。まあ、いっか。あ、これがココア味のチョコなんです。おお。もう一回食べていきたいと思います。ああ。言われてみると、あの白ココアの味がする。白ココアってみんな知ってるかな？あ、でも言うと長い話になるからやめとこう。いや、今回はね、ベイクのクッキー味、クッキー&クリームの味でした。他にもね、いろいろな味があるんでね、そちらの方も食べてない人はね、ぜひぜひ試してみたらどうでしょうか。最近じゃんけんを忘れてばかりしているので、今回はちゃんと一本の動画で終わりにします。では、じゃんけん。ポン！今、呼吸をこらえました。TNT やめてよ。クリーパー？なんでクリーパー？クリーパーのね、クリーパーの紹介の動画も撮ってあるんで、皆さんそっちもね、見つけてみてくださいよ。
TNT は今日初めて作りました。クリーバーの中は TNT でいっぱいですよ。バイバーイ。